あ、225円か。255じゃなくて、225円。冷たいけど、まあそこそこうまいかな。そこそこうまい。チンするとなんか美味しくなくなったりするじゃん。マカロニとかさ、チンしたらちょっとあれだし、なんかあと揚げ物がふにふになるし、わかるし、あ、クープーゴゴの、うまい、な、俺は今機嫌悪いから全然思う。シンゴのシンプルな配信好きってどういうこと？シンプルな配信って何？飯食うとか？俺正直人が飯食ってる配信とか何が面白いか全然わかんないね。ナイスをしとく、あざす。あざす。アメさん、右下ナイスをしてないから押してってください。なんかさ、今スーパースター、芸能人とかが、弁当とか食べてると楽しいよ。押してあざす。別に一般人が弁当食べてるの見てても面白くなくない？芸能人が、ああいうのも、芸能人がなんか弁当食べてるとすごいなんかワクワクしない？あ、芸能人ってこんなもん食べんだとか、普通にこんな弁当とか食べんだとか、例えばさ、ロケ弁とかだったらロケ弁ってこんなん出るんだみたいな。ナイスをしたあざす。芸能人とかが、お弁当食ってるとなんか、へーって楽しいけど、
押してる。ありがとうございます。大変だった。そうだ、危なかった。ちょっと怖かったわ。一般人が、言うても配信者なんて一般人じゃないですか。日本人が弁当食ってるの見ても何が面白いんだって。あ、こんばんは。お弁当ね。車載は、まあ結局普通に帰ってきたってよ。ちょっとあそこの、最後コンビニでちょっと仮眠してから、で、あったらまあ、帰りの車載やろうかなと思ったけど、まあでも、なんか、ちょっと疲れちゃったから、普通に配信外で帰って家でやればいいやと思ったよ。見てて楽しい、ほんとかよ。これは俺が買ってきたじゃない。山の上はやばかったね。雪結構ありましたね。雪あったってか雪普通に降ってたからね。やっぱ気温が低いからね。山の上はね。三峯神社って標高1100メートルもある。あ、そうなんだ。11キロぐらい。どういでなんか、遠いなと思ったよ。ナイスを押すために、今日ふわっち登録しました。本当ありがとう。マジ？まあふわっちってさ、まあふわっち以外もの配信サイトもどこもそうだけど、アカウント登録しなくても見れるからね。わざわざナイスを押してもらうくれるために登録してくれたのかい。ナイスアカウント作んないと出せんからね。ありがたいね。うまい。意外とそこそこうまいんだけど、この弁当。特別めちゃくちゃうまいわけじゃないけど、それなりには美味しいかも。顔の絵文字。何円か225円半額なんで。ただこの2つのでっかい唐揚げを除いてだけど、唐揚げは他で追加したというか。ナイスとかあらす。自分もナイスのためにアカウント作った。本当っすか、マジで。ありがたいね。毎日ナイスです。本当っすか？ありがとうございます。ありがたいわ。なんか、今日みんな優しいね。なんで今日そんなみんな優しいんだよ。